みなさんどうも、ちゃこ先生です。今日は、先日集まれ、動物の森が任天堂スイッチで発売されたので、それにちなんで動物の森シリーズの好きなところについて、お話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。軽く最初に説明させていただきますと、動物の森っていうのは、今作で、8作品目になるらしいですね。1991年に発売されて、今年で19周年を迎える任天堂の老舗タイトルです。私がプレイしたのは、一番最初の、動物の森の E プラスと DS の、追い出せ。追い出せじゃない。おいでよ。おいでよ、動物の森。と、三つ目。3DS の飛び出せ、動物の森です。まあ、あと、番外編として、スマホ版のポケットキャップをプレイしておりますが、まあ、基本的に、まあ、本編と言われるのはこの三つの作品の方ですので、まあ、シリーズを通じての動物の森についての好きなところ、お話ししたいと思います。動物の森、まあ当初からめっちゃ好きなんですけども、何がそんなに好きかっていうと、まあ生活がですね、とにかく楽しいです。まあ順番にお話ししたいと思います。とにかくですね、めちゃくちゃ緩いゲームとなっています。何がどう緩いかというと、まずはシステム面が緩いです。このゲームにはゲームオーバーがありません。普通の RPG ではね、HP とかいう概念があって、それがゼロになると死んでしまったり、力尽きたりして回復しないと動けないっていう風になるんですけども、このゲームではゲームオーバーっていう概念はありません。はい。で、さらに言うとですね、時間制限っていう概念も、まあ、ほぼないですね。要は、何日以内にこれこれしないと、ストーリーが積むとか、ミッション失敗とか、そういう概念もありません。まあ、ストーリーもあるかないか怪しいぐらい、かなり緩い世界観になっています。ので、まあ、好きなことを自分で見つけて、それをとことん楽しむっていうのが、まあ、このゲームでの目的になりますね。まあ、そこがめちゃくちゃ緩いので、まあ、ゲーム初心者とか、普段ゲームしない人でも楽しめるっていう感じですね。私もめちゃくちゃゆるゲーマーに多分該当する、人なので、そんな私でも、ま、すんなりと入ることができました。あとゆるいのは、ま、見た目ですね。基本的にキャラクターは二等身です。みんなドラえもんみたいな感じですね。あ、飛び出せ動物の森でから 2.5等身みたいな感じで、ちょっと頭身がアップしたんですけども、まあ、基本的には頭がめちゃでかくて体がちょっとちっちゃいみたいな感じの、スタイルになってます。でそれがね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。で、いろんなところがデフォルメされていて、まあ何でもそうなんですけど、食べ物がとにかく可愛かったり、家具一個一個がちまちましててめちゃくちゃ可愛いので、そこもゆるさのポイントかなって思います。で、私がめちゃくちゃ推しポイントとしてはですね、このゲームは音がいいです。音が良すぎます。BGM も好きなんですけど、私が一番好きな音は足音です。はって思うかもしれないんですけど、分かる人にはめっちゃ分かると思います。地面によってこのゲーム足音が違うんですね、一個一個。例えば、草地はこうちゃんと草を踏んだこうふわっとした音が鳴るし、土だったらこうジャリジャリっていう、音がします。建物の中だとこの靴の底が地面に触れて、響く、コツコツ響く感じがしたり、部屋の中だったら基本まあ絨毯引きだったらちょっと
こもった音がする。あんまり足音しないんですよね。逆にフローリングだったらちゃんとフローリングの床の板の音が、するですね。であとね、雪が降ったりもするんですけど、冬になると雪も結構積もってる感じの音がザクザクってなります。そのなんか歩くだけでそこの物の質感みたいなのが伝わってくるのでめっちゃ楽しいですね。だから歩くだけで楽しいです、このゲームは。目的がなく、ただ村の中をザクザク歩いてるだけで、飽きないんですね。もう音が楽しすぎるので。で、その音が楽しくなるようなこう仕掛けがもう一個あって、その足音なんですけど、すごい微妙な話しますが、一歩一歩足音微妙に違うんですね、ちょっとずつ。例えば同じ草地でもなんかこう強く踏んだ音もあれば、こう浅くさわっとふわっと踏んだような音もあるし、そういうのが結構ランダムになるんですね。こう深い音、深い音、浅い音、深い音、浅い音、浅い音、深い音みたいなのが、歩くたびに違う音が若干鳴っています。で、その音が鳴るタイミングもちょっとずれていて、こう普通にザッ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 1、2、3、4っていう感じじゃなくて、ザッザザッ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 みたいな不規則になるんですね。ので飽きにくいというか、本当に歩いてる感じに聞こえます、ゲームなのに。この辺のリアルさがすごいなって毎回思いますね。で、まあ、音で言うともう一個好きな音があって、水の音がめっちゃ好きですね。このゲーム釣りができるんですけど、魚釣りの時の音が特に好きです。まずは川とか海に釣り糸を垂らす時の音です。こう浮きがあるんですけど、浮きがこうチャポンと、チャポンチャポンでもちょっと音がでかすぎるんですけど、なんかチョポンみたいな音が鳴るんですね。その音がめっちゃ気持ちいいです。で、魚が浮きにヒットした時の音、こうチャポンよりももっと弱い、なんかチョポンチョチョポンみたいな弱い音がするんですけど、その音もすげえリアルで、食いついたっていうのがちゃんとわかる程度の絶妙な音になってます。で、ヒットしてる時にプレイヤーと魚が一瞬引っ張り合いっこするんですけど、その時のバシャ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 っていう音これ好きですね。で、もう一個好きなのが、その投げる、食いつく、ヒットしてる時で、最後ね、魚を釣り上げる時の音、こう魚釣りしてるじゃないですか。でヒットしてグーって引っ張り合いっこして、バサッとこう上げた時に魚がバチャンと上がってくるんですけど、その時の音もさっきの3つとは違う音が鳴ってるんですね。多分なんかバサバチャみたいな、バチャみたいな音が鳴ってて、いろんな 音がね、水の音が楽しめるんですよ、釣りをするだけで。その音を楽しむのも釣りの醍醐味みたいな感じなので、釣りしてる時にぜひね、音量マックスでやってほしいなと思います。で、その今挙げた4つの音の違いを確かめながら聞くと、より楽しめるんじゃないかなと思うので、めっちゃおすすめです。はい。あとね、いろんなものが村の中にあって、それもね、見た目というか、なんか生活してる感がすごい味わえるので、まあ、見た目も込みで好きなんですけど、例えばどんなものかっていうとね、お店の中にあるATM とか、あれ好きですね。なんか
ゲームなのにちゃんと ATM があるのって良くないですか？現実っぽいというか。そう、このゲーム結構現実的なんですよ。ちょこちょこ。動物の森多分やったことない人は、動物の森は結構メルヘンなゲームだと思ってると思うんですね。だって動物が喋るわけですから、結構ファンタジーじゃないですか。なんだけど、結構ね、現実に寄せた設定がめっちゃ混ぜられてる。ADM しかり、あとポイントカードシステムがあったり、お店自体も、まあ最初商店、次なんだ、コンビニで、ホームセンター、デパートみたいな感じでランクアップしていくんですけど、なんかそういうのも身近じゃないですかね。あと、もっと身近だなって思うのがね、掲示板、村の掲示板ですね。あの2チャンネルみたいなネットの掲示板じゃなくて、もう本当に木でできた、書き込めるタイプの、掲示板をモチーフにしているオブジェクトがあるんですけど、書き込みが結構リアルで、例えばそのお店の目玉商品これですとか、何時からタイムセールやりますとか、注目商品これですのでぜひ来てくださいみたいな宣伝が書いてあったりするんですね。あとはそうだな、あ、次の土日にフリーマーケットがあるのでぜひ参加してくださいとか、釣り大会があるとか、虫捕り大会しますとか、こう村の中の人たち全体に話しかける感じのこうお知らせメッセージが住民が書き込んでるんですね。それ村長が書き込むパターンもあるし、あとなんか住人のつぶやきみたいな独り言みたいなのを書いてあるパターンもあって、自分が書き込めるやつもあります。ので本当になんかこうその村で生活してる感が味わえるのがめちゃくちゃ面白いですね。あとはゴミ捨て場があるんですね。正確にはゴミ捨て場があったんですね。これはおいでよ動物の森ではもうすでに廃止されちゃったので、ちょっとイメージ湧かないかもしれないんですけど、最近のシリーズをやってる方には、ゲームキューブとか64の時に村の中の設備としてゴミ捨て場があったんですね。今はなんかリサイクルボックスとか、落とし物置き場みたいな場所になってると思うんですけど、そうじゃなくて、村が普通にこうあるじゃないですか。その村の一角になんかこう柵で覆われた場所があって、そこに住人が入っていって、ここにゴミを置くみたいな感じなんですね。要は野ざらしなんですよ。野ざらしのゴミ捨ては外にあるんですよ。でそこになんか服とか、まあ、家具とかゴミですね、本当にゴミを、不要なものをポイって捨てておく場所みたいになってて、まあプレイヤーはそれ取り放題なんですけど、実際に住人が捨てたゴミなんですね。で当時そのゴミ捨て場がゲームに出てくるなんて衝撃的すぎて、リアルだなって思ったのをめっちゃ覚えてます。ゴミ捨て場に興奮するってなんかちょっと頭おかしいですけどでもなんかゴミ捨て場ってめっちゃ身近じゃないですか。言ってることわかりますかねそういう身近なものがあのゲームに出てくるから、すごい村自体に親近感が湧いて楽しかったのを覚えてますね。あと手紙が出せます。あれが嬉しい。もうちょっと言うとな、手紙が届くのが嬉しいのかな。動物の森では自分の家が持てるんですけど、そのお家を出て外に出るときに、こう外に出たら次の画面がその外から見た自分の家のドアップなんですけど、その自分のキャラクターのすぐ隣に玄関にポストがあるので、そのポストがなんかピコーンってこう光るんですよね。手紙が入ってると光るんですよ。で手紙が入ってますっていうマークが表示されるんですけど、あの表示を見つけた時にめっちゃワクワクします。しませんか？
私はめちゃくちゃするんですけど、なんか手紙が来るって嬉しいじゃないですか、基本的に。なんか誰から来たんだろうとか、誰が出してくれたんだろうみたいな、なんか見る喜びもあるし、なんかなんだろうな、誰かが手紙を出して、で郵便配達の人が届けに来てくれて初めて届いたっていう、なんかこう人の手を伝ったんだなっていうのが分かるので、なんかそういう喜びがあったり、ちゃんと村の住人として他の住人が自分のことをこう大切に思ってくれてるんだなっていうのが、ゲームの中なんですけど分かるので、なんかね、そのピコンっていうあのポストの手紙入ってるようマークを見るだけでめっちゃ嬉しいですね。ちゃんとお手紙、あの文章くっついてくるんですね。住人が書いた感じで4行ぐらい5行ぐらいかな、お手紙くっついてくるんですけど、でそれにプレゼントもあったりして、なんかお金を何百円かくれたり、なんか家具とか、なんかいらない服とかいらない服とか、なんか果物とか、かわいいなんかプレゼントがぴょんってついてきて、それもなんか手紙にこうプレゼントマークがついてて、プレゼントを開けるっていうボタンがあるんですよ。なんかそこもね、粋だなと思って、プレゼントをなんだ、開けるまでわからないから、中身が、その開ける喜びがちゃんと残してあって、で開けたら、うわ、なんかこんな家具だったとか、こんな壁紙くれるのとか、なんか嬉しい感じになるので、なんかそういうところの一個一個にこう日常感みたいなのがねあって、生活してるなーっていうのが分かるのがめっちゃ好きですはい、他にもいっぱいね、好きなポイントが あるんですけど、今日は、第1弾ということで、はい、生活がとにかく楽しいということについてちょっと詳しめにお伝えしてみましたけど、いかがでしたでしょうか。今度はですね、住人がいっぱいこのゲームには出てきて、まあ、それがメインと言っても過言ではないぐらいの要素なんですが、個人的に好きな住民のランキングみたいなものをね、発表して語っていきたいなと思います。今日見てくださった方の中にも、例えば、自分はどうもりのこの音が好きだとか、こういう要素がめっちゃ好きとか、これやってる時が超楽しいみたいなやつがあったら、ぜひ教えていただきたいので、コメント欄の方によろしくお願いします。はい、ではまたね、別な動画でよろしくお願いします。じゃあ本日の授業はここまでです。ありがとうございました。